を。ゴーダさんだってどうです？あなたはカノン君にジェシカちゃんを任せて帰ってきたと言ったわ。でも本当なのかしら。本当は二人を殺してカノン君の死体を隠して、それで何食わぬ顔で戻ってきたんじゃないのかしら。そんなことはありません。このゴーダ、誓ってそのようなことはいたしません。私たちでもありません。私たちは親方様のご命令で。ええ、あなたと源氏さんについてだけは大丈夫。お父様から聞いた話でそれは裏付けられた。二人はお父様の部屋でずっと筆行と立ち会いをしていた。お父様と私が保証するわ。ありがとうございます。こうなれば合田さんと熊沢さんのどちらかが怪しいという論法になると思うの。私もこの部屋に入った最初はそう思った。でもね、おかしいと思ったの。ジェシカちゃんの遺体の様子を見て。みんなはおかしいと思わない？おかしいと言われますと？ジェシカちゃんは背中を刺されてるの。ほら、よく一般的に言うでしょ、背中を刺された事件は顔見知りが犯人の可能性が高い。部屋に気を許せないような人を招き入れて背中を無防備に晒したりなんか絶対にしない。カノン君だとおっしゃるんですか？ええ、私たちは殺される直前のジェシカちゃんの様子をよく知ってる。両親の無残な遺体を見てジェシカちゃんはかなりパニックを起こしてたの。そしてその後に冷静を取り戻しひどく落ち込んだだろうことは容易に想像がつく。そんなジェシカちゃんは一人で部屋に閉じこもったというシーンはとても理解できるの。そしてこの辺りの経緯は合田さんの話とも一致するわ。一人にしてくれと言ったジェシカちゃん、そして年も近く思春期の関係もあったかもしれないカノン君が自分に任せてほしいと言った気持ち、本当によくわかるわ。そしてだからこそカノン君をジェシカちゃんは部屋に迎え入れたと思う。でも合田さんや熊沢さんだったらどうかしら。部屋に入れてもらえたかしら。私はお嬢様に信頼を得ていたと信じています。ではありますが、そのなら合田さんもやはり容疑者の一人ね。合田さんは多分ジェシカちゃんには好かれてないと思ってたから、ナーバスなジェシカちゃんは部屋に入れなかったと思う。だから犯人ではありえないって思ったんだけど。いえ、その残念ながらお嬢様にはお認めいただけていなかったかもしれません。熊沢さんはどうですか？私どもね、女組は年が離れすぎていて、お嬢様のような若い方の気持ちはなかなか汲み取れません。お嬢様も私たちに心は開かなかったでしょうともねえ、ゴーダさん。そうです、私たちではとても心を開かなかったでしょう。昇進のお嬢様が私たちを部屋に入れてくれたわけなどありません。昇進のジェシカちゃんは部屋に入ることを許した人物、無防備な背中を許した人物、そしてその人物はマスターキーを持っていた。それらが示すのは一人、カノン君しかありえないの。待ってください、カノン君は決してそんなことは。あら、じゃあ他に誰が。やっぱり合田さんか熊沢さんが怪しい。シャノンちゃんはどっちが疑わしいと思うの？ねえ、私はその、私ではありませんよ、シャノンさん。私ではありませんとも。もちろん私でもありません。お嬢様と仲が良かったのはカノンさんとあとシャノンさんじゃありませんか。ああ、そうだったわね。シャノンちゃんならジェシカちゃんの部屋に入れてくれるかもしれない。でもあなたはお父様のところにいたはず。でも実はあなたが犯人なの。シャノンが犯人のわけはない。おじい様のところで大切な用事をしていたとさっき言ったはず。ええ、分かってる。シャノンちゃんと源氏さんは犯人じゃない。ずっと一緒にいたとお父様も認めてる。さてみんなはどう考えるかしら。
意見はないよね。じゃあ私の意見を言うわ。カノン君が死体なき犠牲者である可能性はもちろん否定できない。でも死体が見つからない限りカノン君が容疑者である可能性も全く否定できないわ。ひょっとするとカノン君は犯人に襲われてどこかに監禁されていたというような口実でひょっこりと現れるかもしれない。でも用心して。多分おそらく、いや確実ね、カノン君がジェシカちゃんを殺した。私には信じられません。カノン君がお嬢様をなんて。あんまりです。僕もシャノンに同じだよ。カノン君が犯人だと決めつけることには反対だ。なら合田さんと熊沢さん、どっちが犯人なの？怪しい方を教えて。私たちではありません。カノン君じゃなくてこの扉を施錠できるのは誰なの？シャノンちゃん、ジョージ君。ねえ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 、謎の来客のせいにすればよいではないか。そうすれば人間どもの醜い押し付け合いを見ずに済むぞ。つまりなんだよ、犯人は19人目の来客、ベアトリーチェ。そいつを認めろってのかよ。ふざけるな、ふざけるな、ふざけるな。前回のゲームでお前の弱点は知り尽くしているぞ。さあどうする、どうする。お前はわらわを絶対に認めないのだったな。なあカノンというちょうどいい生贄を使えばよい。カノンがジェシカを殺した。ローザの説を支持すればこの場は丸く収まるぞ。カノンはもう死んでいるのだ。死者に気遣う必要などあるまい。そしてこの場にいる誰も疑わずに済む。ちくしょう、お前を認めたりはしない。でもカノン君が犯人だなんて、そんなことはありえない。私は誰も疑いたくありません。しかし疑わしきは黒ということもあるにはあります。とにかく用心するに越したことはないでしょうが。南條先生、それはどういう意味ですか？その勘違いしないでください。私はカノンさんを犯人だと決めつけたいわけじゃない。しかし事情がわかるので、カノンさんが犯人の可能性もあると、そう思っておいた方が安全だというのです。そうですわね。用心はしてしすぎることはありませんもの。それで正解よ。警戒してしすぎるということはない。それについて異論はないの？いい？この殺人事件にはお父様の黄金伝説が関わっている可能性がとても高い。だとすれば数百億円の莫大な黄金を独り占めしようと企む何者かの犯行に違いない。それだけのお金が手に入ればどこの国でも生涯遊んで暮らせるわ。そのためなら私たちを皆殺しにすることだってあるかもしれない。
マスターキーを持っていないという理由でジェシカちゃん殺しについてだけは19人目の来客ベアトリーチを容疑者から外した。でも事件に関わってないとは言えない。何しろ莫大な黄金ですもの。犯人は複数人いる可能性だって否定できない。今この瞬間この中に犯人に買収されている人間が混じっているかもしれない。容疑者でないと信じることができるのは2つしかない。自分自身と、そして死体になったものだけよ。それはカノン君も同じ。死体が見つからない限り彼はジェシカちゃん殺しの最有力容疑者なのよ。だから用心して、もし生きてたとしても何かの理由を取り繕っても絶対に信用しちゃダメよ。いいわね。分かった。カノン君がもし現れても油断しないで。カノン君の無実を証明できない限り私たちはジェシカちゃん殺しの犯人をカノン君だと仮定します。お嬢様のお役に立てたのですから。それをどうしてみんな分かってくれないんだよ。やめろ、ローザおばさん。そんなめちゃくちゃな推理でカノン君を犯人だなんて決めつけるな。犯人だとは言ってません。疑わしいと、いえ、用心しようと、そういう話ですから。
いつらはカノン君が犯人だということにして、きっと思考を停止する。もう、私を殺した犯人が誰かなんて考えないよ。カノン君が犯人でない可能性なんて考えないよ。そしてこの後も、何かあるたびに行方不明のカノン君の仕業にして言い訳を繰り返す。私は、そんなの耐えられないよ。いいんです。お嬢様だけは真実を知っています。私だけが知ってたって意味がないんだよ。死んで分かった。真実ってのは生きてる人間のものだ。真実が残らなかったら死者は報われない。何のためにカノン君が命を懸けたのか分かんなくなっちゃう。実に愉快な見物よ。死者の嘆きほど甘い蜜も珍しい。嘆け嘆け。そなたがいくら嘆こうとも死者の声は決して聖者には届かぬ。畜生、誰でもいい。私の声を聞いてくれ。カノン君は犯人なんかじゃない。カノン君は死体を消されただけなんだ。どうして、どうしてそれが分かんないんだよ。お嬢様、こんなの嫌だ。悲しい、悔しい。これじゃカノン君は殺されそうじゃないか。死者の名誉は聖者が認めなきゃ得られないんだ。誰でもいい。気づいて、気づいてくれよ。お願いだよ。カノン君は犯人じゃない。